僕らも茨城さんのおきです。怪しくないでしょ。はい、何今日何やるんですか。今日は、はい、日本で2番目にでかい湖、霞ヶ浦に来ております。いつも来てるわ。ね、ここの霞ヶ浦ほんと汚いじゃん。うん、まあね、めっちゃ汚い、うん、いつも嫌な思いする。縦に分かれて、うん、綺麗な水の場所を探してきてもらいたいなと思います。うん、はい、ねえってねえんだって絶対ないよ。で、汲んできた水を、はい、飲み比べてもらってどっちが綺麗な水かなっていうのをなんで飲むんだよ。病気になるぞ。それではやっていきましょう。レッツはい、とりあえずまず僕が目指す場所は美保方面。はい、着きました。まあ、ここがね、俺の中で多分霞ヶ浦の水が一番綺麗な場所です。もう汚いよこれまあこれを普通の水っていうか緑茶として見てほしいな俺は。なるほどね。え、見てよ。あ、なんかやっぱ普通に綺麗じゃない。あ、いけるわこれ。あ、なくなっちゃった、なくなっちゃった、なくなっちゃったよ。もうこんぐらい。うん、オッケーオッケー。あ、じゃあ分かったの、さっきの。まあ分かんねえな。行き先はもう決まっていて、まあヒントは季節だよね。季節、季節によって霞ヶ浦変わるから。はい、というわけで僕はさっきの公園から北に向かって進んできました。なんで北側かというと風です。北風が吹くでしょ、冬って。だから北から南に風が吹くから、このゴミがね、南の方に行くから北側は綺麗なんじゃないかと思ってこっちでやってきました。滑った。え、待って、綺麗じゃない。おいしい。というわけで帰ってきました。水を取ってきましたよ。綺麗だった。綺麗ではないぞ。綺麗ではなかったよ。うん、じゃあお互い出し合ってください。はい、はい、待って、ね、え、お前めっちゃ綺麗じゃねマジ何これ色違くないマジめっちゃ綺麗じゃね。いや、マジで綺麗だよ。待って待って待って、何これ待って、交換してくださいやだじゃあ俺から飲む、うん、あ、うまうまいでしょ。もうちょっと土の味する。減ってる。いい、全部飲まなくていいよ。あ、土の味するわ俺も俺なりに頑張ってるし、霞ヶ浦も霞ヶ浦なりに頑張ってるから。あ、なるほどね。飲んでる？ん？飲んでる？飲んだ？うん、飲んだ。飲んでないな。うわ、すごいよく飲めるね、ハス畑の水。え、マジ？え、俺絶対飲めないわ、こんなレンコンのハス畑の水なんて。ね、待て、おい、これ種が変わってる、種が変わってる。よく飲めるね。待って、種が変わってる、待って。なに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 、どうしたどうした。おい、え、待って待って、おい、お前、おい、お前知ってたのか。お邪魔します。これがさっきの霞ヶ浦の水で、これが今のレンコン、ハス畑の水。一緒だね。一緒だわ。もうマジ最悪。待って、これ本当に全部変わって、違う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 、これ企画が変わってる。待って、結構飲んだな。飲んだよ結構俺まで気持ち悪くなってきた。なんか砂を飲んでる感じする。ジャリジャリ言ってんもん喉が。お口直ししなよ。ほら、俺朝持ってたの生茶のペットボトルだったじゃん。確かに、あ、確かに入れるものが違う。うん、これに比べて綺麗でしょ。あ、言われたら、うん、お口直ししてみあ、めっちゃ飲む、めっちゃ飲みよるどうしたどうしたどうした、お口直ししたかったかあ、うめえじゃあ霞ヶ浦は、いや、美味しい